七尾市の温泉地も被災し、地震の影響で源泉の汲み上げが止まっていましたが、およそ2週間ぶりに復旧しました。1日から出なくなっていた和倉温泉の源泉が今日午後1時ごろに出るようになったということです。今このようにお湯が流れていて、今80度ぐらいあるって熱いそうなんで、ちょっと触れないんですが、湯気が立って温泉の香りもしています。七尾市の和倉温泉は1日の地震で地下のパイプが壊れ、源泉が出なくなっていました。他の県から部品を取り寄せて3日から修理を始め、昨日午後ようやく汲み上げを再開しました。もう温泉と和倉といったらもう絶対に切れない、はい、もうそれだけ大事なお湯なんです。命なんです僕らの。源泉を送り出すには断水の解消が必要なため、旅館などでお湯を使うにはもうしばらくかかる見込みです。